五所の家おろくは、京都府京都市出身の落語家。本名は、高橋平明。京都産業大学卒業。はじめは、炉の五郎に指示し、後に、小福亭松之助に再入門。弟弟子の赤子や三間の大ブレイクであまり、目立たなかったが、京都新京国の京都花月劇場を、ホームグラウンドとして、独演会を開くなど活躍した。 松之助、三馬同様、情報落語協会には所属していない。デビュー当初は、タレント志望が強かったが、新作落語、古典落語ともに演じた。三馬と京都で、落語二人会をやったこともあり、三馬が、巨人の小林茂の携帯模写をしたのに対して、張本勲夫の携帯模写をした。芸名を合わすために、明石シひらめに、解明の話もあった。 京都花月の出番を終えた NSC の出身芸人などを食事に誘うなど、後輩の面倒見は良かったらしい。一時、カレッジイチという6人組のコントユニットを結成し、活動していたことがあるがいた。弟子には、小七、ポッポ、小八、クックなどがいた。芸能活動の傍ら京都、祇園で飲食店、スナックオロクを開くが、 金銭トラブルが原因で芸会から去ることとなり、1992年秋に事業の失敗で一度目の廃業ル流転の後、1998年に東海地方にて復帰するも表舞台に立つことはなかった。相葉明雄、雑誌落語、92-93年、情報演芸日誌、公文出版、P142、ありがとうございます。